くお願いします。どうも、開けてます。いやー、まあ、始まってる？始まってる？始まってる。時が経つのはあっという間ですね。始められる。あれ真っ暗だ。気づいたら始まっちゃってたよ。始まって。楽屋で牛の休館日のお話の開いてないですね。あ、わらわらって出てるから始まってんだ。え？声が聞こえてる。ああ、これ入室すんだ。いやあ、といえばですね、本当ね、時間ばっかりが過ぎていく、こんな毎日。いやあ、本当にね、寝たら年しか取ってない。本当ひどいよ。来世の話とかしてたからね、さっき。来世何になりたい？来世は、神原さんは木になりたいそうです。ちょっと面白い。木になりたい。いや、木も忙しいかもしれないですよ。猫あったり。いや、だってもうね、入れ替わり立ち替わりでいろんな、夏はセミが止まってくるし。大変ですよ。そう、かいいなって思ってもかけないし、このセミがこう動いても。年に1回だけ横に鳴らしてくれた。それ、ちょっと抜くってこと。引っ込んでるね。よいしょ。セミ終わるもん。待って、梅子、来世何になりたい？え、人間だよ。人間なんだ、うん、え、でも分からん。もしかしたらライス私虫になる可能性ある。なんで？え、なんか私症状映えな、コメントが流れなくなっちゃう。コマンド R。 え、なんで分かんないんだよね。コマンド R。 コマンド R って何？皆さんはライス何になりたいですか？みんなは来世何になりたいのかな。来世何になりたいって考えたことないよ、そんなの。何その会話。本当？それじゃあ今はすごい充実してるってことじゃない。今充実させないと持たない。浜名湖のうなぎとかね。いや、そっこ来世も浜松なんだね、じゃあ。来世も、うん、何になりたいの、サカッチは。来世上戸彩。絶対なれねえよ。来世の上戸彩になりたい。来世の上戸彩ってどういうこと？それは。だから。ヒロさんと結婚したいってこと。もうだから全てをもうもう上戸彩の全てになりたい。いや、あの顔になれたらいいな。まあね、うん、かわいい感じがね、うん、あの顔になりたい。ずっと変わんないもんね、うん、10代から変わんないよね。いいよね、本当に。あ、いや、ね、痩せてはないんだよ。締まったな。そうそう、締まったんだよ。体重そんな変わってないもん。どっちもガリになってきたな。私はガリじゃないですよ。うん、ちょっとムキッてしてる。本当だね、嬉しい。本当だ。めっちゃ重いもん持ちそう。いや、モテると思うよ、多分。でもやっぱ私ポテンシャルが凄まじかったらしくて、うん、なんか大抵のことができちゃう。うん、あの、なんだ、持ち上げたり。そうそう、今日もね、なんか遊び半分で、これ普通の男の人がまあギリできるようなものですよっていうやつも、いや、できちゃったもん。やばい。そう、ゴリゴリじゃねえかって。すごいな。そうなの。それね。いや、でも言われてたもんね、なんかダンスの先生に、世界は筋肉がつきやすい。うん、そう、それをね、今まではなんかね、嫌だなって思ってたんだけど、うん、最近このブームに感謝してるよね。すごいよね、だってもう全部だもん。最近多いよね、本当に筋トレ女子みたいな、ね、だからもうそのブームにありがたや感謝っていう。じゃあ、サカッチのインスタがすごいんですって。もうずっとずっと気がついたらもう、うん、あのトレーニングしてる。そう、あれ本当は実質何時間ぐらいするの、1日。何のトレーニングを。なんかいろいろやってるね。だって家でも自分でやってるし、あとはその習いに行ったりしてるし、いろいろだから。トレーナーになる。トレーナーになろうかな。でも教えられるぐらいなれそうじゃない、うん、もはや今世はトレーナーになる。今世は、うん、今世みたいな。今世はトレーナーになる。なればいいじゃん、資格取れじゃん。あるのかな、資格とか。いろいろあるのかな。あるある。ちょっと梅子をムキムキにさせるっていう。嫌だよ。それで誰だっけ、なんかスタジオやったりとかしてる人いるでしょ、そういう。ちょっとショールームで配信しようかな、じゃあ。あの、ビリーズブートキャンプみたいなさ、サカイズブートキャンプ。やっちゃう。やっちゃう。で、その私がセンターでやるからさ、それのもうなんか右腕みたいな感じでそこにいてよ。1時間やる。毎週1時間やる。毎週1時間。で、あの、あれだ、あのギフトが受講料代わり。あ、いい。
確かに。クマからね、クマ1個から参加。ちょっとこの受けてよ、じゃあみんなが、うん、みんなも受けられるのか。でもこのクマ投げる余裕があるってことは絶対やってないよね。絶対やって休憩なんで、休憩が。あ、なるほどね。ああ、はい、お会計タイムですって言って。水分補給とお会計タイムです。新しすぎない？それちょっと。確かにな。昔でも私あのそれこそなんだっけ、ジム、うん、行ってて、でジムの器具よりもエアロビックスが好きだったんですよ。え、ね、それ見てみたい、梅子のエアロビ。エアロビ超好き。ちょっと見たい。で、毎日やってほしい、やってほしい。やってたの。したら、うん、エアロビの先生からちょっと君先生にならないって資料もらった。嘘。一回資料もらったことある。センスがあった。そう。30万ぐらいでみたいな。え、資格取れます。それなんか違うじゃないか、それ。騙されてるやつじゃない。でも書いてあった。え、30万円で資格が取れますよって言われたの？そこの会社の資格が取れる。なんかそう紙に書いてあった。30万円払えば。違う。で、トレーニングの内容とか書いてあって。ちょっとじゃあ2人でさ、資格取ってもらって、元アイドリングをやってる、その教えるジムみたいな。やりたい。めっちゃやりたいじゃん、それ。70%。残り30%。なんでよ。ちょっと一旦考えますわ。 50%、 せめても 50% よ。で借金よ。そしたら 10% 運用にしてん。私じゃあ、いや常に100欲しい。いや100あったらもう俺らゼロじゃん、うん、そうだよ、ゼロじゃん、うん、じゃあ協力できないな。それはもうソニーミュージックアーティストすらも認めない。見返りのない行動をしてくれ。意味がわかんない。自己中極まりないやつ。どうなんだろうね。ん？アイドリングの、元アイドリングの人ができるそういうのって何ですかね。アイドリングのイメージって何なんだろう。絶対スポーツトレーニングじゃないよね。アイドリングのイメージって何だろう。終わった来た。いや、本当に来ていいとは言ってないよ。うん、ダメだ、一応これショールーム別々の番組で同じ時間でやってるから怒られるよ、これ本当に。え、いなくなったの？うん、そうだよ。向こうは、向こうはほっぽってきました。見たい、その皆さん。でも見れる？こんばんは、アップアップガールズ、カッコカリの森崎です。いや、何勝手に自己紹介してんの。自己紹介していいって言ってないよ。向こうとかでいるわけ。いや、いないです。エドさんもこっち来ちゃったから。あ、じゃあ、あのアップガの番組見てた方は、森ちゃんこれからずっとこっちいるんで、こっちに移ってください。やばいな、それは。こっちに移ってください。ショールーム戦場、カッコカリが。とりあえず行ってみたら。こっち、じゃあ梅子が一人で行く。お願いします。梅子が一人。ここはあのちょっとあの反省会があるから、あのアームレスリング。ああ、そうですね。アームレスリングの、じゃあアームレスリングの、アームレスリングの反省会をしてますって言っといてね、向こうに。向こうで。すいません、なんか。さっきね、皆さん、私はね、森ちゃんとねご飯行ってたんですよ。そうなんですよ。そう、もうやっと仲良くなりました。ピフ終わってね、ずっとねご飯行きましょう、ご飯行きましょうっていうアプローチがすごすぎてね。すごい誘いましたよ。こんな誘う子いると思って。私は本当にね、いやすごいよ、私本当にね、ケツ重いから、うん、まあまあね、ご飯とかそんな簡単に行かないのよ。だけど、あまりにも森ちゃんがすっごいもう毎週誘ってくる。毎週、週に3回は誘ってくる。今日はどうすか。あ、じゃあ明日はどうすかみたいな。いや、だってさ、せっかくさ、なんかね、仲良くさせてもらってるから。いや、嬉しいよ。だから、ご飯は行きたいなと思って、うんうん。いや、嬉しかったから、じゃあ行こうと思って。すごいナンパですね、私これね。うん、そうなんですよ。そうそう、ついに今日行ってきたんですけど、はい、でもまさかの今日2人のスケジュールが時間は違ったけど、うん、ほぼほぼ一緒っていう。そう、まさかのね、今日ね、ジムにね、ジム行ってそれぞれ違う時間帯で、うん、しかもあのティフから、うん、あの私たちがね、いつもあの足立先生っていうトレーナーのね、うん、先生にお世話になって、うん、そのジムに通ってるんですけど、さかち姉さんもそこに通い始めたんですよ。そうなの、うん、森ちゃんの体を見て私もこうなりてえと思って。それはめっちゃ嬉しいんだけど。私もこうなりてえ、ね、やっぱさ、腕相撲のさライバルとしてはさ、同じトレーナーの先生にさっていうのはどうなのかなって思って。いや、待って、私は森ちゃんのことをライバルと思ってないから。だからそれは坂内姉さんは思ってないから。ライバルっていうのは、うん、なんかもうそれなりの対等なその力のこう、うん、そうですよね、こう競ってるところとかじゃん、うんうん、いや私は思ってるから。いや、まずだって2年一緒に
戦ってないからそもそも。そ、ね、私と戦う前になんかもう負けちゃってるから。そう、わがつまちゃんが強いんですよ。いや、ダメよ、森ちゃん。最近負け癖ついてるから。だよね、うん。いや、勝ちますよ。だって森ちゃん負けても、もう、ああそうだよねって思っちゃう。なんで、そう。だから逆にそう、あ、逆によく泣けたねって思う。いや、泣けます。だって、負けるのは分かってるから、もう涙もギリかなって思ったら、いや、ちゃんと綺麗に泣くから、女優だな。いや、違うよ。待って、私はいつも毎年ガチで戦ってるから、うん、いや、今年は本当に、勝つ気満々だったんですよ。え、ま、言っていいじゃん、もう私結構いろいろその足立先生から聞いてるけど言っていい？何何何何、森ちゃんはねこうやって頑張ってます、私はもうアームレスリングのためにトレーニングもしてきましたとか言うけど、うん、実際頑張ってるのはティフの2ヶ月前から言われたー、先生は言ってた。なんでこの間までもポニョちゃんはちゃんと1年頑張ってた。あ、ね、そうだから、うん、お前はセミかと夏になる前にちょっとうーんって出てきて、うん、それは今回の反省ポイントなんですね、うん、実はやっぱ自分的にはそのいやアームレスリングがあるからって言ってババって鍛えて、うん、前まではそれで勝ててたんですよ、うん、でもやっぱり相手が周りがどんどん強くなってきた今は、うん、それじゃダメなんだっていうのを知って、うん、来年あのというでまたあるとしたら、うん、そこが今回の反省点だったから、もう今鍛えてるんで、ちゃんと地道に鍛え始めて、ちゃんとアームレスリングのためのトレーニングやってるってこと？いや、アームレスリングのためのはその近くなってきてからやり始めるけどセミ現象ってそれじゃ勝てないよ。だってポニョちゃん1年間やってたんだよ、アームレスリングの。ちょっと頑張るよ。だから私はポニョちゃんにだったらもうしょうがないって思えたもん、うん、いやでも、うん、絶対勝つと思ったのにな。そう、負けちゃったんですよね。だから知ってる。そう、坂地姉さんとできてないから、うん、ここ2年戦ってないもん。だからまずはポニョを倒さなきゃって思う。そうだよ、ライバルはポニョちゃん。でもポニョめっちゃ強くなってませんでした？いや強くなってたよ。だって私もう負けたことすら認識できないぐらいのスピードで負けたもん。一瞬だったんですよ。でも森ちゃんは負けるのは意味わかんないよ。あなたもトレーニングしてるんだから。そうなんですよ。2ヶ月とはいえ一応トレーニングしてるんだから。だって聞いたよ、いろいろアームレスリングって技術なんでしょ、あれテクニックでできるんでしょ。技術ですよ。いやそれを後々聞いてさ、うん、それずるいよって思うこといっぱいあったもん。そんな知らないよ、聞いてないよ。そうですよ。いやもう坂地姉さんはそのなんか技術っていうかその、うん、を学ばなくても元から強いから、うん、それを学ばれちゃったらこっちはもうどうにもならないんですよ。だから足立先生にも何も聞かないでくださいね。うん、1個、じゃあ1個言っていい？いいですよ。私ほら今までは一番強かったじゃない、うんうんうん、でそれを今年ポニョちゃんに倒されて、うん、私はもう降りたじゃないこのね、うん、ステージからは、はいはいはい、ただ私が唯一一度も勝てたことがない人がいるの、一人。誰ですか？ヨッコです。ヨッコ、うちのお母さん。お母さん？元アイドリングね。うちのお母さん元アイドリングメンバーだから。え、どういうこと？武道館立ってるから。なんで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 ？え、メンバーだから。一瞬それは一瞬じゃないよ。ちゃんと3ヶ月間アイドルとして活動しましたよ。そうなの？そうよ、そうよ、レギュラー番組も出て、そうイベントにも出て、ファンのお客さんの前で歌って踊って、ちゃんとアイドルやってた。あのヨッコに私は勝ったことがない。え、バリバリ。え、でもそれ確か聞いたことある。いやだからそう、私に勝ったことでポヌちゃんも喜んでるけど、うん、実際は違うよって。ヨッコに勝たないと、うん、本当の喧嘩は取れないよってことですね。来年ヨッコくんの？そう、女王坂井っていうのは私じゃない、ヨッコのことだよっていう。あ、そうなんだ。アームレスリングじゃねえじゃん。確かにちょっと違くなってきちゃってるけど。主婦だよ。え、もう意味わかんないぐらい強いんですか、ヨッコさんは。いやもうほんと山のごとっきみたいな、もう動かない。すごい。え、なんかスポーツやられてました？やってないのよ。だからもうナチュラルボーンなんだろうね。うん、そうなんだと思う。どうしました？なんか川村さんがいつまで放置するんだという。あら、あと2時間ぐらい。すごいから川村さん。姉さんすいません、本当にお世話になります。だからね、ヨッコを倒したら本当にね、コニョちゃんにもアイドル界ナンバーワンって胸張って言ってほしい。あ、じゃあちょっと私ももちろんポニョにもヨッコさんにも坂地姉さんにも勝つ気満々で頑張るけど、ちょっとあのポニョとヨッコさんの戦いも見たいですね。ちょっと個人的に見たいです。
ポニョちゃんとやったんだよね。やりました。え、全然叶わなかったの？全然違う。もうなんか瞬発力が違ったんですよ。なんかシュッてこう丸め込まれた後にすぐ体重乗せられちゃったから、うん、もうどうにもならなくて、うん、そう、すごいテクニックが本当にあの子はすごく上達したなっていう感じ。ね、でもさ、あと思うんだけどさ、うん、アイドルアームレスリング大会っていう企画じゃない、うん、でもそのうちのポニョちゃんも、うん、森ちゃんも、うん、アームレスリングをめちゃくちゃ鍛えてるじゃない。もう、そうですね、なんならもうそれ専門でトレーニングしてるぐらいの、うん、間違いない。だからさ、もう強くて当たり前じゃんっていう、このね、素人側の意見。まあまあ、それはもう2人のどっちか勝つじゃんみたいな、うんうんうん、っていう、なんかもうだからそういう感じに仕上がってきてるから、うん、私は早くもう新生の子に現れてほしいんだよね、2人を倒すぐらいの。今回の決勝戦をやった時に私結構あのトーナメント制でやったじゃないですか、うん、で私が最初に戦ったあの水着着てた子、うん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 、水着着てた子とかも結構強かったんですよ。でだから最初接戦になったじゃないですか。接戦になった。で一回ちょっとストップみたいな、うん、でもう一回やって私が勝ったんですけど、結構ニュースター現れるなって思いました。来年とかもこれは結構来るんじゃないかなって思ったから、私は結構毎年ハラハラドキドキしてますけどね、うん、じゃあもうちょっとちゃんとトレーニングしなよ。わかりました。それはもう言わないでください。わかりました。頑張ります。その2ヶ月とかじゃセミにならずにね、来年は。そうよ、はい、もうセミになっちゃダメ。セミになっちゃダメですね、うん、ちゃんと1年間鍛えなきゃ。頑張ります。やっぱあの子も強かったんだ。強かったです。先生も、和田先生も言ってました、あの子は強いだろうなって。あ、そうなんだ、はい、面白い。でももうなんかもうみんながなんかプロのアームレスリングの方の方向性に行き過ぎても怖い。怖いですね。こちらさんもでもそういうの入ってますからね。入ってないよ。王者ですから。入ってないよ。多分周りから見ると私たち3人は多分怖い、ポニョと森とさかち姉さんは怖いんだろうなって。あいよ、プロのやつとかさ、そういうのは興味ないの？でもプロ、うん、アームレスリングっていう、もう本当にそれをメインにした方の、一応アイドルっていう括りがあるじゃない、うんうん、そうですね、うん、それじゃなくて興味なくはないんですけど、うん、それはどうなんだろうなって思ってます。いや、森ちゃんね、自信がないときほんとすぐ逃げるからね。そうですね、すぐ逃げるのよ。ちょっとそれは興味ないけど。だってアップがプロレスの子たちもやりたいって言ったら、それもちょっとダメじゃないですかって抗議したんでしょ。しましたよ。だってプロレス先輩なのに。いや、だってプロレス新しい目を自分から潰したんじゃない。言わないで。申請欲しいとか言いながら。プロレスだってさ、トレーニングしてる内容がそもそも違う。いや、こっちからすれば一緒みたいなもんだよ。本当に。え、だってもう何もしてない人からしたら、プロレスラーもアームレスリングのトレーニングしてる人もどっちもプロだからも。そっかそっか。そうだよ。いや、どうなんだろうな。でもちょっと私も、うん、あの今アップガの過去プロレスのピンクのミユって子がいるんですけど、うん、ミユは結構強いんじゃないかなって思ってて、足立先生も。え、すごい若い子だよね。違う？あ、それ違うわ、間違えた。あのポニーテールしてるとかしてる子です。ピンクの子なんですけど、いかつめの子って思ったけど、ね、結構大抵みんないかつくない。あ、確かに。まあ、うん、結構強いと思う。その子がなんかめちゃめちゃアームレスリングやりたかったって言ってたんですよ。あ、そうなんだ。でもそしたらなみたいな、どうなるのかね。私やっぱりね、ちょっと今回ばかりは先輩立ててよって思ったら、ちょっと今回ばかりはさみたいなと思ったから、ね、そう思っちゃったからダメって言ったんですけど、うん、まあ来年はもう。そんなことも言えない状況になってるので、立場になっちゃったから、うん、私は正々堂々と、まあ、ミユとも戦えたらいいなって思います。そうよ。そうそうそう。いやー、どうなんだろうね。でもただ裏ではミユとも戦ったことないんですよ、まだ。あ、そうなんだ、うん、まださすがになくて。だから一回ちょっとアプガの中のてっぺんを決めようよ。そうですね、前も言ったけど、うんうん、それは確かに面白いかも。アスリート集団ですからね、アプガは。ねえ、本当だよ。やりたいな。いや、だってやっぱ私その最近行き始めたそのトレーニング、うんうんうん、森ちゃんたちがそのアプガのみんながやってるトレーニング、うんうんうん、これはモリティやってますよって先生に教わってるメニューはもう絶対無理だもん。いや、結構そんな持ち上げられないってぐらいの。そうなんですよ。森ちゃんは何になりたいんですかね。いや、私はビボディになりたいんですよ。
美ボディを目指してジムでトレーニングしてるんですけど、え、どこ美ボディにするの？全身美ボディ？それともこれ、うん、これは一番美ボディみたいな？あ、なんか、いや私がどっちかというと目指してる路線は、うん、ローラさんとかダレノガレさんとかそっち系なんですよ。ほう、筋肉ムキムキじゃなくてちょっとうっすら腹筋とか割れててすごい綺麗な美しいボディって感じなんですけど、うん、でもなんかどっちかっていうと最近よく大会とかあるじゃないですか、うん、ボディビルダーのそっち系に寄りつつっていうか、なんか自分の体がですよそっち系になりつつあるなって思うから、ちょっと重さのやつがだってその美ボディの重さじゃないもん。そうなんですよだって思ってるんですけど、うん、私が目指したいのはローラさんとか誰のがれさん系なんで、ちょっと程よく鍛えたいなって私は思ってますけどね。はあ、アイドルですしね一応。あといやいろいろ聞いてるよ森ちゃんの話はもう先生から、何怖い、なんか言っていいんだったらもういっぱい言っちゃうよ私。何何何怖いやつ、すぐ言っちゃうよ。じゃあ一個ください。なんかまあ、森ちゃんが最近ほらもう美ボディ目指してますって吹っ切ってやってるけど、その吹っ切ってやるまでに3年時間がかかったそうなんですよ、めちゃめちゃ時間かかって、いや今度は3年もかかるなんか、うん、やっぱりなんだろう、ムキムキに最初はなりたくなかったんです。最近は結構吹っ切れてるんですけど、森木はすごい乙女でなんか可憐な女子をイメージしてるっていう情報を収集しました。私はだから最初、うん、最初っていうか1年前 1.5 ヶ月前かな、んかなんかその番あ帰ってきた、え帰ってきたの、すごい、え何、めっちゃ美人に映る、あ美人400人増えたよ、嘘、ありがとうございますこっちはこっちブス、え嘘、こっちブス、あっちで配信するじゃん。えっと、あっち行ってみますか、あっちで配信しようか、ちょっとあっち行ってみましょう。このじゃあこのカメラ私が持っていきましょうか。後ろ側表側みたいな。面白そうそれ。そう、こっちでじゃ続きの話しといて。あ、じゃあ梅子こっちで一人でやっといて。なんで俺じゃんねえ、もうつらいよ。ねえ。ねえ、いじめられてんだけど。まあそうですね。じゃあ俺も向こう行くわ。ねえ。こんなさんぐらいこっちに行ってくれたっていい。何も楽しくない。すごいよ。ねえ。え、もう限界だって、もう結構喋ったよ。あ、熊入れて、みんなこっちに、向こうにギフト入れたんだって、みんなおかしいでしょ、おかしいでしょ、こっちに熊でしょ、はい熊みんなでもこっち、え本当、わすごい、ありがとうございます。ほら私も仕事したよ、向こうすごい、あええすごい、すごい熊くれた、うわ優しい優しい、私仕事してるのこれ、ありがとうございます、すごいな、これ誰だろう、さん、誰だろう、初めての人たちだ、結構熊いっぱいだ、やった、え待って、タワー入ったんだけど、やったー、ねえ高橋タワー来た、いいもう言わなくて、もうここはお前にだけ配布しよう、小之助さん、やったー、すげえすげえ、はい、すいません。怒られた。初めて来た。え、初めて？違う。違うえ、めっちゃ久しぶりじゃないですか。半年、月ぶりぐらいに来た。あ、ハート100個だって。こういうのもあるんだ。田村誕生日も近かったしね。あ、そっか。誕生日。あ、すいません。ありがとうございます。すごっ。すげえ来る。この人、誰だろう、この方。檜山。檜山。え、ミラオさん、ありがとうございます。あ、みんなハゲてる、ハゲてるね。こう、うちのお父さんの。ならほら。ならないですよ。権利は、権利は。そうだ、そう、みんな権利はある、権利は。いいよ。ほんと。すごいな、なんか話して、なんか話してって。結婚してあげて。お父さん元気です。お父さん最近全然。お父さんバンド活動やってないんですよ。もうバンドじゃないです。今。サラリーマン。とあと陸上のコーチ。ああなんか言ってたね。そうか。そうです。弟もやってたんだ。そうです。で弟のところで教えてたんですけど、まあ、結局
あの小学生の子を教えるようになって、陸上もやってたんで、もともとバンドの前に。ハゲてんのに関係ない。確かに直射日光心配だから帽子買ってあげた。偉いね。あ、これやっちゃいけないんだ、すいません。7ランドって知ってますかって。え、7ランドって知ってますか。7ランドって何？あのグループあります。知らない。知ってます。どんなグループですか。7人組だったのに5人に1回なっちゃった。訳ありじゃないですか。そうなんだ。いや、セリナのイベントって言われてる。セリナが復活したんですよね、 SNS。 あ、そうなんだ。そう、じゃああれじゃない、だってなんかとりあえず仕事もなんとなくちょこちょこやるんだ。うん、声優さんね、すごい。うーん、素晴らしいです。ようやく、ね、声優ですって言えるようになったね。すごいですよ。全然合ってないけど。カマラ知ってるっちゅうのは7ランド。すごい。おばちゃんの何より好きだし。そっかそっかそっか。カマラフォローされてないじゃん。どうしたらプロデュース。あー、まあね、いろんなアイドルのこと言ってきますね。なんかみんなアイドルに行ったのかな。あ、トゥジェも出たらさ、あの楽屋大部屋でアイドル ING って、その隣がトイスマッツって伊藤優奈がプロデュースしてるところで、伊藤さん久々に会った。え、どんな感じでした？社長、相変わらずの雰囲気だったよ。あ、普通に優奈だったんだ。醸し出してた。あー、へー。え、トイスマの中にユーナが入ってるんですか？入ってない、入ってない。確実に、あ、確実っていうか完全にプロデューサーなんだ。へー。でも年に1回だけ握手会のらしいもん。なんで？そうすると社長本人が。そう。なるほどね。それが一番売り上げるって噂だ。わー、新しい商法。なるほどね。さすがだよ。久美子の横に座んねえ、俺テレビ出役じゃねえ。いや、神原さんが話を振ってくれるから、いつもこっち楽ちん。セリナも、あれセリナ誰かの舞台見に行った。あ、渡辺三姉妹の舞台見に行ったのかな。へー、三姉妹？あ、大丈夫ですよ、多分。お、合ってるはず。あれ？社長の。何の話すればいいか分かんなくなってきた、だんだん。もう限界だって。なんで限界。いや、なんかだっていろいろサカッチとのことをもう聞きたかったし、特に喋ることないから。喋ることないってわけないじゃん。なんかほら、なんかさ、梅子、最近の梅子で聞きたいこととか聞きたい。あるの？いや、私の聞きたいことだってあります？え、あるよ。ないんじゃないの？何か聞きたいことあります？やだよ。歌のこととか聞きたい。歌でも歌えば。最近何してんの？カンバラさんチェキ。何？カンバラさん。ああ。ディフド？ディフのやつだ。声。あ、声遠いんだ。ああ。舞台。あ、あれかもしれない。ちょっと。あの新しいメンツがいるのは舞台なのかもしれない。あ、そうなん。結構ショールーム配信してる役者さんとかもいたんで。へえ。そう。最近音楽の方はどうだ。もう音楽は、ミュージカルミュージカルなりマウに言われて。あ、どういう音楽？あのクソング。クソングでしょ。いや、それずっと考えてて。ミュージカルやりたいなって思って、だからそこまでやってないです。やってないんだ。オーディション受けろよ。うん、受けたいですね。なんかちょっと応援してほしい。舞台系。まず兄絶対無理でしょ。だから犬だって。私トゥモローってやばい。トゥモローワンでしょ。あのモップみたいな犬の中入れるかな。絶対無理だよ。いいな、ミュージカル。いや、だからそう、いや、あのほら AI の時代になってくるじゃないですか。そうするとみんな今度はこうな生っていうか、うん、そういうエンターテインメントはこうね、本物を見るみたいな、そういう人になれたらいいかと思う。ライオンキングいいじゃん。ライオンキング、ね、私何こうやつあのマントヒヒみたいなやつ、ね、あれ、え、
言いますその役。こんなんこういうやつですよ、ね。あったあった。いや昔ダンボールでやったことあるけど。やってみ、心配ないさってやってみ。いや心配ないさ絶対ダメでしょ。やってみて、心配ないさってやってみ。ちょっと待って。ね、助けて。もうこれ配信無理。心配ないさをやれって。なんで？ショールームカメラに向かって心配ないさだよ。いやもうできない。みんなが待ってるよ。心配ないさしたらさ、タワーくれるかな。くれるくれる。くれるくれる。頑張ってもらう。心配ないさやろうぜ。ね、ほら。なんで、はい、ね、なんで、はい、5秒前、4、3、2、失敗ダイソあ、ダメだな、やっぱすごい声って言ってないほら、向こうに届くようにやったけどもう、だからアイドリングの現場は嫌なんだ怪我ばっかすんだよ、本当にもうさ、どんなかやばいとか言われて松井和代かよってなった毎日毎日つらいよ何してんの毎日いや稽古でした稽古舞台なくなって終わって昨日何してたの昨日ですいや昨日はさすがに休ませてください寝てたのいや寝てはないなんかもう次のことを考えやってた。帰ってきた帰ってきた。いや本当事故だよ。なんか突然神原さんが心配ないさを全力で言えって言い出した。で心配ないさって言ったの。めっちゃ聞こえてたから。えだから向こうに言って向こうのねショールームを見てるお客さんからあの隣うるさいっていう苦情しか入ってない。こっちがいい話してたのにさ森ちゃんともうなんか隣人の近所迷惑がすごいみたいな。もうそんな近所迷惑じゃないからみたいな。だから一応言っといてフォローとしてあのうちの相方は10時半過ぎるとちょっと大きな声を出されたんですってごめんなさいって10時半過ぎてしまったのごめんなさいってだけ言ってた。吠えると10時半過ぎるとあいつを吠える。そうそうそう狼みたいな。出来が悪いからタワー飛んでこないじゃん。でもえタワー飛んだんでしょ。なんで怒んの。なんで何のミス？愚痴ったの。なんで私は一人なんだと。ミスくれよ。って愚痴じゃないよ、脅迫だよ。だからじゃあたタッチがいない時に、ほら、うん、いっぱいクマもらった。あなたできるじゃない。あなた一人の方がいいんじゃない？だからダメダメダメ本当になんかだって ひどいもん。嘘。あなた一人の方が輝けるのかもしんない。本当無理本当無理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 ちゃんと無理だって結局合計30分ぐらい一人やってんだもん。私は辛いよ。やばいやばい、ひねくれてしまったよ。もう私はできない。だっていい話してたんだよ森ちゃんと私は。 あなたはね、うん、あなたたちはできるよ、いい話をね。そうだよ。いい話を。あ、これです多分。ゴーの部屋見る。あれ、ゴーさんの部屋、今やってるんですよ。今、プールにとりあえず入れてきたんだよ。あ、本当だ。あ、プールいちゃんだ。プール久々だった。ええー。岐阜でしか会ったことなかったから。うん。あれ、前、シャークベコ一回来たよね。来たよね。前来た。前来たよ、確か。あ、来た気がする。で、危ない匂いを察して、なんか。こう、帰ってた。あれ、全然変わったかも。帰ってた気がする。変わった感じ。変わった？え、変わったよ。もっとなんか明るかった？シュッとしてもっとシュッとしてましたよ。あれあれ本当本当服かな。いや、女の子はね。ほら、もうこっち一番行ってるよ、来るのが。当たり前じゃないですか。変わってんだよ。フォローされてる量が違う、こっちにも流れてよ。いや、限界でしょうよ。何喋ってたの？いろいろコメントに答えてて、心配ないさ。そう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 。いや、どうすんのって。いや、河村さん最近舞台終わったんでしょ。そうそうそう。お疲れ様ですよ。その舞台の話をしてたの。うん。さあ、心配ないさを言えってなった。意味わかんないでしょ。でもすっごいやっぱりミュージカルをやられてたんですよね。もう声が綺麗に入ってきた。うるさいな。うるさいんだよ。おかしいだろ。綺麗に心配ないさーって、あーちはうまかってんだねーと思って。みんなクマ投げてよ。脅迫。けなしのクマ。脅迫だから。本当。面白いね、こういうのがね。まあね、あのコラボですよね。勝手にして何でもいいんですもんね。だってもう他の番組見ちゃったし、今も。うん、いやいや、この番組、俺やってる番組だから。あ、神原さんやってる番組。猫舌ショールーム。いいんですか？こ、あの、見なくて。
今日はこっちに来てくれるんだ。今日はこっちに来たの。優しい。優しい。あとは大丈夫。あ、なるほど。今日はもうこっちは心配だったんですか。そう、ちょっとね。だから一応心配だったって河村さんに叫ばして。心配だったじゃん結局。心配だった。心配だったの方に変える。ちょ一回し、それで叫んだ。ね、なんでやだやだ私もう。あんた叫んでんじゃん。聞かせてよ。無理本当。だって私さ。ね、本当だよ。もう一回やったら来るかもしんないよ。多分。うん。何が心配ないさってもう一回やったら来る。え、心配だったーって心配だったーにしようか。うん、心配だったーっていう一回ちょうだい。3、2、1、心配だったね、笑ってるもん。心配じゃん、こんな番組。タワー来るかな。タワー来る。さすがミュージカル女優。いや、声すごい。声すごいよ。やっぱ声すごいよ。これひどいよ。いや、申し訳ない。いや、謝る。これ、いいねだ、いいねしか来ない。いいねって何、いいねって何ですか、これ初めて。やっぱすごい。音程って何ですか、音程。今どの音程だった。わかんない。どうぐらいに下げる？さあか。心配なさあ！ないさあが音が違う。後半ちょっと無理してたね。自分で廊下で響いた時のさ、帰ってくる時の切なさ。タコが来た、タコが。え、そういう言葉を発する舞台をしてたの？してねえよ。心配ないさ、一回も言ってねえまん。川村さん24って嘘ついてたからね、舞台で。え？あ、そう、24歳の役やった。嘘じゃないで、役。ダメだよ。あとは全部字だったじゃん、でも。ねえ、ちょっと待って。そうなの？それすごい話題になってるんですけど、え？違います、ね。いっぱい食べる役って言ってたよ。そう、食いしん坊なんだけど、結局。生活ランクがね、うん、人間のランクが5段階ぐらいに分かれてて、分類されてる世界の話なんだけど、うん、一番下の層の人。あ、もう自分じゃん。え、そのまま？いや、だから当て書き？みんなそのままって言うんだよ。だから、当て書き？結局、うん、最下層すぎて、食いしん坊な理由は、うん、その弁当をたくさん持って帰ると、うん、そう。お、実話じゃん。やってたじゃん、やってたじゃん。だからそんな持って帰ってないよ。この間もやってたじゃん、ティフの時もやってたじゃん。あ、ティフの時やってたじゃん。1個ね、1個ね、そう、ティフの弁当持って帰って、スタッフ用だからね。なんかチケットあったから、すいません、これでもいいですかって言って、スタッフの弁当、あ、何個でもどうぞって。そう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 、持って帰って、実話じゃん。言ったのやっぱ最近。いや、でも最後こう弁当をね、よいしょって持って帰るときに、うん、結構何でもアドリブで何言ってもよかったんだけど、うん、サカッチのやつ採用して、うん、あ、中華だからこぼれないようにしないとね。はけた。思い出して、あんたも持って帰ってたから、持って帰る族だったから。そうよ、持って帰らないものは逆にない。うん、確かに、うん、あ、アベマさんとこにもね、うん、お菓子バッて、アベマさんとこの、ね、そう、お菓子も全部持って帰る。綺麗だよ、だから楽屋は、うん、来た時よりも美しいって、もうこのことかと思う。何もない。子供たちの部屋食い散らかしてあるからさ、結構汚いんだよ。あ、そうなんだ。よくないね、やっぱレベルが低い。あ、低いよ。何日にも分けてたんですよ。そうよ、あのショールームさんでお菓子用意してくれってことじゃないですか。あ、でもね、ショールームさんのこのお水は本当に助かるよ。このサイズはね。このサイズ助かる、うん。持ち運びに便利っていう、このサイズはね。持って帰る。助かってます。ありがとうございます。大丈夫ですよ。ね、そう、水。品鉢の時とか死ぬほど水あったからさ、あの時、品鉢。死ぬほど水あったじゃん。吉本さん、ね、うん。そう。ライブやってた時。あれめっちゃ持って帰った。あの水めっちゃ持って帰ったよね。あれは助かったんですよ。あの時生活用品もらえるピークでさ、なんかよくわかんないけどさ、ファンの方がすごい生活用品くれてて。ふみこのプレゼントって生活用品しかないよね。それがピークだったの、その品鉢の時が。あ、水を持って帰るっていうエピソード結構言ってって、うん、メンバーが。だからその時はもうね、アタックやら、なんていうの、洗剤やら、トイレの掃除やら、あとトイレットペーパーとかもらってたよね。こんなんなって帰ってたりする。そういうのね、やっぱ食い物ってちょっと俺ら運営としては渡すのが怖い。こういうのをもらいましたとは言うけど、でもこれ何かあったら怖いよね。
ってちょっとまあ、持って帰ってもいいけど食べないほうがいいんじゃない、そりゃそうね、物だとさ比較的そうでもね、ほらちょっと前まではほらぬいぐるみとかもあるで、その中に盗聴器みたいな、そういうなんか怖い話とかもあったじゃない。洗剤とか欲しいよ、うん、洗剤とか欲しいでしょ。ああ欲しい、うちアタックですあ、そうなんだ、うん、うちアタックだからアタックがいいな、詰め替えれるやつ、うん、え、何でで人形の、うん、ぬいぐるみの、いや、なんか盗聴器、ぬいぐるみの中に盗聴器が入ってますとか、なんかそういう怖い話とかもあったけどさ、トイレットペーパーとか入って渡されるとさ、うん、これ盗聴器入れる場所ねえよな安心だよね、安心しかないよね、うんうん、だから安心して持って帰れるよね、うん、いいね、だから重いけどね。梅子の家で盗聴して何が楽しいんだろうね。いやでも逆に気になるかもしれないですよ。確かに10時半になったら吠えるんでしょ。そう10時半になったらさ本当に吠えるのかなってやっぱ聞きたくなるかもしれないよ。嫌でしょそんなやつ。意外と梅子のこと気になるかもしれないよみんな。ならないでしょ。一回定点で撮らしてよ。定点。あの下着とか裸になった時にモザイクかけるから。24時間。やばいよ、ね。川村さんの1日。1日の生活リズムどんな感じなの最近。ね、もうほんとバラバラ。そっか、稽古とかあったりしたから、うん、バラバラ。え、でも夜10時半に叫ぶって10時半過ぎると規制を発し始めるんでしょ。ないよ、ないよ一応隣のこと考えますからね隣人のことおかしいでしょ。一応オートロックのある家なの。あります。梅子んち鍵あるの。あります。長屋か。あのさ、なんだと思ってる私んち。そうか、なんかかい家に住んでますちゃんと。そうなの、うん、屋根ある。あるよ。あ、そうなんだ。雷雨とか来たら昨日のいないじゃん。やめて。ダンボールじゃないです。足の下でも何でもないですから。あ、そうなの。普通のお家に住んでます。上野の駅じゃないの。ん、違う。上野の駅じゃない。違う。そうですね、梅子の一日の生活リズムについてていらないですね。トークテーマ。え、でも教えてよ、気になるもん。気にならない。何時に起きるの、まず。起きたい時間でしょ。何もない時はない。そうそう、オフ。マジでオフ、うん、昨日とか。9時、朝。オフ。え、なんで違うの。いや、うん、9時には起きたい。なるほど、9時に起きて。どうすんの。いいんですか、本当に昨日。免許の更新に行く。やめとけ。つまんないってば。だから大事よ。よくない。よくない。親近感しか湧かない。もう親近感だったから。そうね。免許いらないじゃん、でも乗せないんだから。いや、もったいないじゃないですか。身分証明書か。うん、もったいない。パスポート持ってんの。パスポート切れちゃいました。あ、切れてるかも私も。うん、あの、あれからだもん。ハワイから、ハワイから行ってないもん。行かないよ。ハワイから行ってない、海外。今度海外で配信してよ。現地集合、現地解散。しましょう。出た。お金一切出せない。現地集合だ。どっか近場の海外。じゃあ向こうには行くけど絶対帰ってこれない。海外。あ、で、あのショールームからあの配信できる機材だけ借りてもらう。いや、ショールームで配信。何配信するの。海外行きたい。海外だ。いや、確かに。あれ、私もじゃあ切れてるってことかな。切れてると思うよ。え、でもその時撮ったんだっけ、ハワイ行った時に。私2回更新したからな。ハワイ行ったのはもう、でもそうだね、もう7年8年前でしょ。え、そんな前。私5年のやつ撮ったから多分もう切れてる。うわー、恐ろしいね。でも撮ったところで別に行かないから。まあ確かにね。撮らない。6年前か。うん。恐ろしい。はあ、早いな。え、で免許更新して。でだからもういいよ、もう免許更新でも終わり。終わり。免許の更新センターの近くでラーメン食ってる。ラーメンは食わん。え、外食する一人で。めっちゃする。あ、するんだ。めっちゃする。一人で行きたいタイプ。え。え、じゃあ昨日どこ行った？牛丼。どこ、ね、なんで笑うんです。すき家。おぉ、すき家大好き。へぇ、たまにすき好きセットですよ。すき家だけ、松屋だけ
カレーが美味しいの。松屋です。あ、そう、カンバラさんいつも松屋であの差し入れしてくれたりする。へえ。コントサークル。そうね。カレー。へえ。すき家行ってそのカウンターで食べるってこと？うん。美味しいよ。へえ。やらないよね外食。うん。一人でやんない？まだ。一人でできないから。へえ。なんかね。不思議なんですよ。一人ご飯はやんない。そう、一人ご飯の方が俺昼とか多いな。え、全然食べますよね。いや、一人トレーニングはできるけど一人ご飯はできない。やってみ、今度。え、全然できる。いや、違う。だってすき家とかそういうお店になると、そのやったことない身からすると、はい、お店に入って食券を機械で買うのか、それともカウンターにまず座って何々くださいって言うのか、どっちなのかがまず分かんないから。松屋は、食券だったかな。買うスタイル。すき家も食券か。あ、いや、レジですよね。あ、でも座って言うんだ。で、後でお金払う。その時お金払う。だからそれがまず怖くて。で、え、だから どっちに行けばいいか分かんないから。いや、もう入った。あと、もしその機械で食券を買うにしても、それってめっちゃ早く決めなきゃいけないじゃないですか、うん、でも食券の機械ってめちゃくちゃメニューを置いてあるじゃないですか、うん、ブラーって、うん、だからそれは迷いたいのに、すぐ後ろに人が並んでくるから、うん、もうその圧が怖い。メニュー決めといて。決めとけばいいんだよ。決めれない。その時なの。リポートしよう。行って、いや、一人で、いや、一人ご飯した方がいいよ。なんでできないんだよ。あと見られるのが嫌だとかっていうの。あと美味しいご飯はなんか人とこう食べて美味しいよ。美味しい。違う、違う、美味しいご飯は人と分かち合って食べたい。分け合いながら。うん、美味しいねこれっていう。いや、分かるけど、でもそれはだから終わった後に連絡、じゃ電話しながら食べる、これ美味しいね。いや、めっちゃめっちゃ態度悪い。あ、いや、本当。そうなんだよね、不思議なんだよね。できないんだよな。外でご飯は一人で食べるのってもう、だから生きるために食べてるだけだから。まあそうだよね。だったら一食ぐらい我慢できるっていう。え、我慢するの？あ、お家で食べるってこと？お家で食べた。お惣菜を買って帰るとか。究極の時は。そうね。でも女性がさ、一人でお惣菜を買って帰る方がなんかちょっと恥ずかしくない？なんで？え、なんで？え、あ、あいつ飯作んねんだみたいな。それは思わん。そう思わん。栄養素。本当？うん、そう思わない。いや、でもやってみたい。だから私ラーメンとかすごい好きなんだけど、ラーメンこそ本当に一人でさらってさらって帰る人とかの感じのイメージ。あ、私ラーメンあんまり、ラーメン食べたいけどほとんど食べたことない。今度行ってみラーメン。ジロー行こう。ジロー。え、ジローも行ったことない。私ジローって何でしたっけ。ラーメンジローってあのこの山盛りになってるところで。行ったことない。ニンニクが好きかどうかによってニンニクをマシにするのかやめるのか、へえ、野菜マシにするのかっていうルールがあるから、うん、それ決めといて行って、で、あの横一列のカウンターで一緒のタイミングで食べ始める。で、あの早めに全部抜けないとお店の人にもう残していいですよって言って、そうしないと次のお客さんが入れないから。そんなずっと並んでるんですか。すごい。へえ。これをロットっていうんだけど、ロットで1位になるのがなかなか難しくて、うん、ロットで1位になるために必死に食うっていう。へえ。早食い競争みたいな。いや、まあまあでも味わいながらね。はあ、すごい。いや、ゆっくり家でチキンラーメン作ろう。ラーメン外で食べないかもあんまり。でもラーメンって美味しいんだよな。美味しい。ラーメンなんであんな美味しいんだろう。いや、やっぱ食べると幸せだなってすごい思わない？私？うん。ラーメンさ、あなたと話したの、あなたとの番組ですから。いや、私そんなにラーメンはめっちゃ好きじゃないよ。あ、そうなの？ね、うん、一番好きな食べ物って何、梅子？最近？変わったの？いや、もう緑のものだったら何でも好き。春菊っていうイメージはあるけど。あ、もう春菊大好き。緑のもの？そうです。青、青、うん、ゴーヤ。あ、も好き。セロリ。臭いのも好き。うん、セロリも好き。オクラも好き。緑の。緑の。野菜。青汁。青汁ちょっと大好き。でも青々しいものを取ってないと。あ、ピーマンとか。青々しい。なんていうの、そういうのって。パクチー大好き。パクチー好き。もうこんな食べれる。パクチー好きなんだ。永遠と食べれる。パクチーの良さをちょっと教えて。私パクチー全然ダメなの。パクチー美味しいじゃん。え、パクチーの良さが。お酒のつまみで当てだもん。あの臭いのがいい。
そっか、私セロリも春菊もちょっと苦手だもん。あ、そっかそっかそっか。え、もうそっち系が好きだから、うん、私は。カメムシ好き？なんで？カメムシは嫌い。緑ね。緑だし。食べれないじゃん。臭いし。臭いけど、うん、虫じゃん。パクチーいいじゃん。共同にパクチーハウスってあったんだけど、もうなくなっちゃったんだけど。いやー。全部パクチーのか、かき揚げとか。すごいな。え、美味しそう。全部パクチー。ね、皆さんパクチー好きですか？いや、好きじゃないじゃない。どう？他はなんか女性が好きなイメージなんだけどね。そうそうそう、だからなんかそのパクチー好きでしょ、だからこれでいいでしょみたいな感じの言われるの。いや、パクチー女がみんな好きと思うなよって。え、どこ行くの？何を食べるの普段？え、あ、この間遠藤さんと肉煮込み料理、肉煮込み料理、煮込み料理、煮込み料理屋さんに行っていろんなものを煮込ん、まあ、お肉とかなんですけど、すごい煮込んだお肉とかがあるお店食べ行ったよ。そこにだからそのパクチーのサラダがあって、そうで、これおすすめですよみたいな言われたけど、ちょうど遠藤さんも苦手で、だからそうパクチーの木だとありがたいですねみたいな。苦手なんだ。そうね、私あと最近週一で遠藤さんち行ってるわすごいよね、なんかプライベートめっちゃ充実してる。私だからさ、ずっと稽古でさ、時間がなくって、ね、そうだよね、そう、拘束されてる時間が長かったんだけど、うん、ずっとさ、ガチのインスタ見て夏休みの気分だったでしょ。先週までお兄ちゃん来てたからね。あ、つって、あ、水族館っつって。いや、梅子の分も楽しいんだよ。終わった。梅子の分楽しいんだよ。え、ちゃんと夏休み、そう、楽しんでくれてたよ、うん、マジで充実してたよ。うん、終わってた。よかった、梅子に伝わってその楽しさが。マイプルさんね、復活したもんね。マイプルさんも、そうそう、あ、ツイッターね、SNS ね、うん、そう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 、セリナもね、そう、セリナ、あ、さっきセリナも言ったけど、そうだそうだ、マイプルさんも復活して、そうだよね、2人とも復活して、もう先生っていうことをね、公開してずっと先生です。そうそうそう、先生、遠藤さんとこの間はだから TikTok っていうやつをやってたね。パソコンでこう調べながらどうやってやるのかっていうのを。あれすごいよね。いや、あれすごい、もう全然わかんない使い方が。動画の、編集とかもさ、すごい面白いよね。センス、あれはもう、そうなんだ、本当にセンス、全然わかんなかったもん。だからもうね、やめた。一回楽しめたから。あ、もういいと。もう、まあ、センスはないわと思って。そうだよね。そうそうそう。可愛かったです、だって。お、全力。すごい喜んでくれたんだよ、ファンの方たちが、遠藤さんだって言って。そう。そうだよね。うん、確かにね。こっちはさ、ほとんどもう週一では絶対会ってるからさ、何の希少価値もないから。仲いい、ね、仲いいんですよ。二人は。そうそうそう。すごいよね、お友達だもんね、もう。お友達だね。ちゃんと老後の話するよ、こうやってするんだろうね、老後もねって言って。くしゃみでした。突然のさ、突然のくしゃみ。そうそう。え、梅子プライベートでなんかメンバーと遊んだりする？あ、でもこの間さ、フルマユとラムちゃんと、はい、あれすごいでしょ。あれなんでなんでどうしたの？びっくりしちゃった。どういうメンバーなの？びっくりしちゃった。あれすごくないですか？これ私のミスだっけ？原宿に行った配信のやつのちょっと前に、まあ、行ったんですけれど、普通にはね、プリクラ撮ったり、ね、タピオカ屋さん行ったり、うん、っていうのを SNS にアップして遊んだみたいな感じになってるじゃないですか、うんうん、あれ15分、やばくない？だから女子怖えって思っちゃった。あ、誰が挙げたの？フルハシとラムちゃんが挙げてくれたんだけど、私稽古からING に向かうって言って、早く着いたから、うん、じゃあちょっと相手してくれるみたいな、うん、梅子さんちょっとタピオカ屋さんあるんでみたいな言ってくれて、あ、行く行くとかって言って、で、そう、入り時間早いと入れないじゃん、うん、そうだから行ってくれたんだけど、15分ですごい楽しかった思いになってて、うわ、私はあんまり乗せてないんだけど、すごい充実した感じがすごい出てたけど、でもたった15分で言っちゃった。いやー、すごいね。でも楽しかったよ、普通に。なんか原宿ってあこんな感じなんだみたいな、めっちゃ並んでる、あ、私たちがちょうど行った時並んでなくてスッて変えたんだけど、めっちゃ並ぶんだとか、あ、プリクラってこんなにたくさんあるんだとか、一瞬にして。でも15分でそんだけ充実できるってすごくない？だからすごいよ。
本当に一瞬だった。遠藤さん家にこの間6時間ぐらいいたよ言い過ぎだよ、まあ、私疲れちゃうよそんな人といたらじゃあ10時になったら帰るねって言ったのに気づいたら12時だったもん。やばいね、うん、帰れねえじゃん。そうだよ、そうなんですよ。いやー刺さって、若い子はすごいね。いやすごいと思った。だから集中力があるからさ、もう短い時間で短い時間ですごいキュッと遊べるんじゃない。キュッとしてさ大きくするのがすごいなって思った。それでなんか一日遊んだ感をちゃんと演出するところがインスタ映えなんだなって。インスタ映えだね、うん、確かにね。いやでもね本当にインスタ映えについてね言いたいことがあって。言ってごらんよ。原宿ひどいよ。インスタ映えのためにね買うんだよ、その大きいサイズのなんかを買うんですけど、飲めないから捨ててあるのそのまま。もったいな。そうこれはね問題だと思う。いやほんと全部飲もうかと思って。いやでもさすがにさ誰が捨てたのか分かんないじゃん、うん、でもこれは問題になると思う。問題だよそれは。捨てちゃダメ。捨てちゃダメ。みんなダメだよ捨てたら。アイスとかパッて捨てちゃう。川村さんにあげてください。そう私にちょうだい、うん、インスタの写真撮り終わったら川村さんにあげてください。本当そう思った。ダメダメダメ、あそうですよね1個買ってね。でも一緒にこうイエーイが撮りたいんじゃないですか、うん、乾杯みたいなね。いや誰も見んからそんな。でもインスタ映え効果でこう繁盛してるお店はいっぱいあるだろうね。まあそっか、それの経済に回ってますもんね。そうね、それで経済回ってる感じもあるもんね、うんうん、そろそろ終わりなんじゃない。えそうなんですか。なんか新しいスタッフさん、ちょっと待って、あれうちらのスタッフさん、ね、うちらのスタッフさんが混ざってた、混ざってた、おかしいです。新しいもの、ね、誰ですか、誰ですか、なんでそんな引き入れてる、誰ですか、誰なんですか、AKB さんですか、AKB さんだからあんなにスタッフさんが多かったんだ。だからついてったんですか今。だからスタッフさんも多かったんですか。こっち見ながらさ、やだ。時間ですよだって。スタッフさんの数が全然違ったね。すごかった。すごいね。うちらたまに無人だもんね。びっくりだよね。無人やばい無人やばい。勝てないわ。そうだわ。帰ろ。バイバイ。あタイトルコールしなかった。よし。いきますよ。じゃあうちらが梅しのって言ったら休館日って打ってくださいね。うん。始まらずに終わり。これ結構好評なんだ。楽しそうみんな。そうだった、そうだった。一番最後にタイトルコール言う。うん。うんうんうん。いくよ。はい。せーの。梅しの。でもね、思ったんで、私これをね、この企画いいと思う。その最後にタイトルコールするの。だってさ、やっぱ後半になった方がさ、見てる人の数増えるじゃん。うん、なるほど。だからたくさんの人がこの番組のタイトルコールを知ってくれるっていう。まあそうだよ。うん、そうだけど別に書いてあるから左上に。俺の大半の意味って。あ、じゃあ読みましょう。いいよ。ということで始まりました梅しの休館日ですが。もういいよ。ちょっと恥ずかしい。夏が終わるね。終わるね。あ、クラブナイト言った。あ、お先に失礼します。え、早くない？お先に。もう帰るの？はい、もう帰ります。え、早いの。すいません、うち45分番組なんです。あ、そうなの？うちもそうする？え、うちらも45分番組ですか？うちらは。うちは後ろが入ってたら。早く帰れる。あ、そうそう、出てかれる。日によって。すいません、お先に。じゃあね。バイバイ、森ちゃん。またね。バイバイ。お疲れ様です。あ、そうだ、言うの忘れてたよ。これ向こうで行ってきたから。ありがとう。ギフといえばの話ね。アイドルクラブナイトだ。うん。スナック梅子を途中で抜け出して。そうそう。あのスマイルガーデンで行ってたフィナーレの、うん、アイドルクラブナイトに、うん、私と梅子が。その毎年恒例じゃないけどちょっとこう乗り込みみたいなそういう乱入スタイルで毎年行かせてもらってたんですけど、今年はまあ異例でしたね。もう異例、うん、見てくれた方は本当にね、何だったんだろうって思ったんだろうけど、がっつりアウェイ、うん、どうすりゃいいか分かんなかった。どうしていいか分かんなかったあれ、うん、早い乱入だったね、うん、だいぶずっとハロプロさんの歌ハロプロさんの歌をステージ上で聴くために行ったみたい な。そうそうそう、めっちゃ踊ったね。うん、しかしあれだから本当にあのもうちょっと早い段階で、うん、あれだったらあの職業アイドルをかけるっていう話だったのが、うん、
大谷くんが楽しくなっちゃってずっとハロプロの曲行っちゃったわけ。いやもう大谷さんね、大谷くんが段取り忘れたっていうか、もうあの DJ だから、うん、あのノリに乗ってる分にはどんどんそっちの方に行っちゃうから、もう締めるつもり全然なくなっちゃって、もう大谷さんね、もう1ミリもこっちと目合わせてくんなかったもんね。もうちょっと顔が怖かったもんね。少し怖かった、怖かった。私一緒に仕事したりとかしてるからさ、結構面識あるのにさ、もう全然カンペ出してても全然見てなかった。そんなことがあったんだ。大谷さんね、ハシモンが好きなのよ。あ、そうなの。ハシモンと私たち出ちゃったじゃない、うん、だからハシモンで消されちゃったの私は。ハシモン先に出て、うちが後から出ればよかったんだよね。いや、もうハシモン効果で私たちはね、もう書き消されちゃったね。なるほどね。大谷さんの目にはハシモンしか映ってなかったもん。しょうがないね。あれしょうがない、うん、好み出ちゃうんだ、そういうとこでね。そうよ、父かって。そう、父だよ。だから大谷さんにもね、ちゃんと言っといた。言った？プライベートと仕事一緒にするんじゃねえ。出すなと。ああ、出すな。そんなとこでプライベート。ああ確かにね、チャオベラの方がね、ちょっと旬だったからね、解散した直後に。確かに。もっと直後でしたよね。ああ、だったらまあ。あの時同時に3人が出てたからね。ホットステージにはロビンがいて。うん、ああ、すごい。モロリンもだ。そう、で、こっちにモロリンだけいなかった。モロリン仕事でいなくて。あ、ごっちゃん。ごっちゃんがスナック。そんな子にいて。で、ハシモンがクラブナイト、うん、いやー、ほんとね、完全に父に乾杯だったね。父に乾杯、うん、父に乾杯だったわ、あれは。ポロリンじゃないんだよ。ちょっと面白いじゃねえか。でもね、スラックメコも浜口に来てくれたしね。あ、確かに最後一番盛り上がった、バーって来てくれて、最後すごかったよね、ステージ。もう落ちるんじゃないかなと思った。あ、すごかった。いやー、そんなティフで ね、まあ、無事に今年も終わりましたよ、はい、終わりました。うん、ティフは終わりましたよ。大人が一番ホッとしてると思う。アイドル IND のファンディングが今いまいち進んでないから。あ、そうなんだ。なんだっけ、次の何でしたっけ。ミュージックビデオ。あ、ミュージックビデオだ。あ、それはもう頑張っていただいて。そうだね。わ、すごい、4101人ありがとうございます。ありがとうございます。待って、こっちはツルリンってやめてください。ちょっと面白いツルリンですね。次のスラックメコにパスポとかまた呼べばいいのか。え、呼びましょうよ。もうね、なんか解散した子たちをみんな呼びましょうよ。バニビが来ちゃう。あ、バニビ絶対来る。あ、わかんない、逆にもうめんどくさいって言われちゃうから、もうちょっと。いや、確かに解散しちゃった。アイドルとかね、急に今いっぱいいるからね。うん、そうそう、どど、私この間モロリンと一緒に仕事したよ、そういえば。ラジオ、そうそうそう、調布ラジオの調布ラジオ、ラジタマっていう、それがそう。え、こんなにアイドルがたくさん出てきて、でアイドルのこうなんかブームとかあったら、なんか一個の文化にならないんですけどね、アイドルって消えていくだけじゃなくて、海外からしたら文化なんじゃない、アイドルって、うん、もはや。いやいや、全然文化だよ。だ、それに乗れなかったのがアイドリング。なんてことか。乗り損ねちゃったんだ。あ、早かったな。そう、乗る船をずっと見てた。うん、綺麗だな。そうなんだよね。解散したアイドルのベースって、じゃあ解散しなくていいじゃん。確かに、確かにね。新しいグループもどんどん出てるからね。そうだね、うん、新陳代謝ですかね。頑張ってこ。素晴らしい、素晴らしい。そんな中でも私たちは私たちで頑張りましょう。はい、ね。泥舟だからね。そうだよ、泥舟。心配は？だからないよ。もういいんだよ。忘れてたよ。もう帰ろ。はい、帰ろ。4分だよ。やばいやばい。バイバイ。電車なくなっちゃうわ。そうだよ。うん。あ、次回。次回ね。9月。25だっけ？はい。火曜日の10時から。じゃそれです。9月。うん、25日の火曜日の10時から、うん、はい、です。はい、お願いします。お待ちしております。じゃあ皆さん、じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。バイバーイ。帰れって言われてる。えー、バイバーイ。バイバーイ。